はいどうも、トクトクです。それ、今回はですね、なんと、広告があります。VTuber になってしまいました。まさかの、自分のリアルの顔を動かすと、この VTuber も動くんすよ。というわけで今回はですね、なんで僕が VTuber になったのか、あとこのモデル上半身しか映ってないけど、なんと全身もね、あるんで、そちらがね、どんな感じなのか、早速ね、公開マッチに行って、いろいろね、話していきたいと思います。はい、ということでね、早速ねちょっとやっていこうかなと思います。さあ、まあどこ降りよう、まあどこ降りようかな。ブルータル降りるか、ブルータル降りよう。いや待って、スラッピーでも降りるか。なんかラマいないこれ近くに。この下におるんやな。どこ行った、どこどこどこ、危なっ、おるぞ、あぶねえ、もう一人おるなこれ。おっ、えあぶねえ。ちょっと VTuber になった理由なんですけど、前からなりたかったんですよ。そう、前からなりたかった。実はそう、結構ね VTuber とか見てるんですよ、 YouTube で。いろいろ、いろんな人をね。なんか戦闘始まったんやけど、危ない危ない、普通にうまい、ラグいな、ちょっとラグいな、どうしても。あぶねえ。ピヨキノコさんっていう方がいるんですけど、その方にイラストとこの VTuber の動きをね、作っていただきました。本当にね、ありがとうございます。で、まあ、VTuber はね、本当にフォートナイト界隈ではね、結構少ないんですよね。どうなんだろう、今のところ本当に 3,4 人ぐらいしか分かんないですね、フォートナイト界隈で VTuber は。しかもそれ大半が女性だから、男性でフォートナイトやってる VTuber の方ね、なかなかいないんですよ。まあ、もっとね、フォートナイト界隈でもね、VTuber のことを知ってくれたらいいんじゃないかなと思います。VTuber は本当に、Apex とか、Valorant とかだったらね、結構いるんですけど、フォートナイトだけなぜかね、あんまりいないんですよ。そう、なぜか。あの鳥なんだ、そういえば。卵とかあるけど。卵で回復するんだね、これ。今ちょっとモデルがね、今右下にいると思うんですけど、これね、僕が右の方を向くと、これ VTuber も動くんですよ、こうやって。そう、首もね、しっかり動きます、このように。これすごい、本当に。ちょっとなんか今ちょっと重いんで、ちょっとさすがに飯手でやるか、さすがに。どこ行った、危な。なんかスナイパーおんねんけど。屋根かけて110カットしていき、あれどこ行った、あと めっちゃローなんやけど、あれめっちゃ、待ってこれ逆向きやん、ちょっと待ってー。逃げ足が早い、あれ。そうなんすよ。そう、だからね、まあ、これから配信とかでもね、多分この VTuber を出していきたいと思ってます。いやなかなか、資金代が欲しいです。おー、すごい、危な。いい感じですね。はい、これからね、配信とか動画とかでもね、この VTuber のモデルを画面のどの位置に配置するかはまだ決まってはいないんですけど、何かおすすめの配置とかあれば教えてください。まあ、今はこの配置だけど、まあ、右上とかでもワンチャンありっすね。そうなんで、動画とか配信とかでもね、普通に登場します、これが。まあたまにもしかしたら出ない時もあるけど、まあある意味顔出しですね、ある意味、ある意味顔出し。
まあ、結局10万人いったら顔出しすることになるんですけど、まあね、 VTuber での顔出しは今もう達成してるね。今は残り5人じゃんこれ。めっちゃローレ。なんかめっちゃ来ためっちゃ来た。すごい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 時来た。ちょっと待って、死んでたあの人。痛い。あぶねえ。一旦ちょっと重いけど、もうやるしかないでしょ。なんで、これから VTuber として、動画配信も、まあ、動画はね、いつも通り出すんで。まあ、VTuber が、ちょっとね、ひょこっとね、いるんすよ、多分。そう、なんで、あの車破壊できるんじゃないか。最後の一人やったんかーい。はい、というわけで無事ね、一発目でビクロイできたわけなんですけど、全身がね、多分まだ見てないと思うんで、全身の方をね、映していきたいと思います。はい、全身の方がね、こちらになりますね。はい、これもね、ピヨキノコさんに、まあ、このイラスト自体も、ピヨキノコさんに作っていただいたんですけど、全部。いや、マジで皮かっこいい。本当に皮かっこいい。で、このロゴはね、配信とかでも使っていこうかなと思います。動画はまだわかんないけど、まあ、配信ではね、こちらのロゴはね、使っていこうかなと思います。で、このチビキャラもいいよね、これ。めちゃめちゃ可愛い。で、このイラスト自体はね、僕の元のアイコンに似たような感じで描いていただきましたね。ヘッドホンもね、ちゃんと首にかけてあって、目も、まあ、紫っぽい青色。で、髪も黒髪で、ダボダボの上着に、左胸に、なんと T っていうね、イニシャルがあります。これね、特ジャポの T ですね。で、ポケットがあって、これファスナー。これ結構でかいファスナーがあってって感じですね。はい、というわけで、これからはね、VTuber という枠組みで活動しようと思うので、まあ、よかったら皆さん、高評価とチャンネル登録お願いします。また何かリクエストがあればコメントで教えてください。それでは今回の動画は VTuber になったご報告でした。バイバイ。